ミラン・スミリア・ニッチは、スウェーデン、カルマル出身で、元セルビア代表のサッカー選手。パルチザンベオグラード所属。ポジションは MF。父は、サッカー指導者のブランコ・スミリア・ニッチ。2005年から2007年までは、パルチザンベオグラードに在籍。2005年3月26日にトップデビューした。パルチザンベオグラードでは、合計48試合に出場し、1得点を記録。 2007年7月19日、スペインの RCD エスパニオールへ移籍を果たした。8月26日のレアル・バジャドリードとの開幕戦でリーガデビュー。2007から08シーズンは21試合に出場した。しかし、2009から10シーズンは背番号が与えられず、2010年1月26日にスポルティング基本へレンタル移籍した。 シーズン終了後の7月23日にパルチザンにレンタルで復帰し、翌2011年にはパルチザンへ完全一席。U-21 セルビア代表として2007年に行われた UEFAU-21 欧州選手権に出場し、準優勝した。2008年には北京オリンピックにも出場したがチームは一勝もできず、グループリーグを敗退した。 フル代表としては、2007年8月22日のベルギー戦で代表初キャップを記録している。また、10月17日のアゼルバイジャン戦で代表初ゴールを記録した。ありがとうございます。